情報番組読みたんラジオ。Presented by FM 読みたん。読みラジスタート。2014年5月6日火曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーター正也でございます。ゴールデンウィーク最終日ね、皆さんいろんな場所に出かけられて楽しんでいると思いますけども、あっという間ですよね。本当に楽しい時間というのは、今日5月6日ゴールデンウィーク最終日ねとなっておりますけども、まあ明日からまあ平日になるんですけども、また今週土日にも予定を組んでいる方もいらっしゃると思います、ね、まだまだ続くゴールデンウィークといったところでしょうか。5月の本日6日となっておりますよ。本日の放送もここ大天王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りします。朝から大天王国紫村ね、いろんな方が出かけられてます。あ、出かけられてるというか来場されていますけども、ね、101の体験ができるテーマパークとなっているということでね、本土から来られる方も、ね、非常に多くいらっしゃる場所でございます。そして美味しい食事もできる、レストランも完備している大天王国紫村、そちらの駐車場を真向かいに、我々 FM メタのサテライトスタジオがございますので、皆さんぜひ遊びにいらしてくださいね。読谷村高志保上空は太陽が、はい、出てますね。あ、気持ちのいい青空が、まあ、広がっておりますけども、今皆さんがいらっしゃる場所はどうでしょうか。本日5月6日本日のお花、花、はい、誕生花は、三座子だそうですよ。皆さん、三座子、バラ科の一種だそうです。三座子の花言葉素晴らしいですよ。希望だそうです。希望、素敵ですね。お花一つ一つに個性があってね、一つ一つに花言葉があり、三座子は、花言葉希望と言われておりますね。三座子と同じく、まあ、希望を胸に、ね、踊らせながら沖縄に、旅行に来た皆さん、はい、今から始まる楽しい、ね、ワクワクをもっと増やしてみませんか。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、ここ読谷村の良さをお伝えしていく番組でございますよ。これポイント、ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報もこの番組からゲットできますので、ぜひ10時までの、約1時間お付き合いよろしくお願いしますよ。さあ、この後の番組の流れをご紹介しましょうね。この後ドライビングナンバーをおかけして、天気情報を皆様にお伝えします。 CM 宛て読谷何でも調査団というコーナーをお届けしますけども、まさや自ら読谷村内をぐるぐる駆け回り、ね、いろんなものを調査してきたやつを皆様にお伝えする読谷何でも調査団、本日皆様にご紹介するのはですね、読谷村ザキミにございます、ザキミ遊歩道木道のご紹介をしていこうと思っておりますよ。この場所、自然を感じ、ね、ることもできる場所、それと一緒に、心と体をリフレッシュできる場所となっておりますので、詳しくは読谷何でも調査団で、はい、楽しみにしていてくださいね。その他、読谷村で行われるイベントの情報、この番組でしか聞けない情報を盛りだくさんでお届けしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。本日のナビゲーター正也です。
ねえ、何して遊ぶ？何がいい、何がいい、何がいい。じゃあ缶蹴りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオラジオラジオ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ、読みラジ。観光情報番組読みたんラジオ知らないの？マジ今から聞く聞く。観光情報番組読みたんラジオ。観光情報番組読谷ラジオ進めていきますよ。皆さん、まずはドライビングナンバーお聞きください。普天間香織、芭蕉布。芭蕉布、まあ、普天間香織さんが歌う芭蕉布、まあ、沖縄のもう、ね、代表的な曲でございますけども、この歌詞の中にすごく沖縄っていう、ね、色を感じることができる、ね、歌詞もありまして、またこのテンポも非常にゆったりとしてて、電曲はもう誰でも歌える感じになってるんですけどね、こういう曲を聴きながらぜひ沖縄、安全運転でドライブをしながら、ここ日本一人口の多い村となっている読谷村に車を走らせて、
訪れてみませんか。あなたが訪れたことで知る読谷村、はい、あります。あなたの旅に一味加えましょう。読谷村来ないと損ということで、はい、本日のドライビングナンバーをお届けしたのが普天間香織さんの芭蕉布でございましたよ。ね、あのレンタカー、 OTS レンタカー、オリックスレンタカーご利用されている方、まあ、他の、ね、レンタカー活用されている方、自家用車運転されている地元の方たくさんいると思います。もしくは自宅で聞いている方ね、このラジオ、もしくは職場で聞かれている方、さまざまだと思いますけども、いろんな方が、ね、この番組をもとに、ね、読谷村の情報をゲットして、また後日ね、読谷村に行ってみたいなと思う番組を、はい、我々毎日朝9時からお届けしておりますので、参考にしていただけたら嬉しいでございますよ皆さん。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。時刻が9時11分になってますよ。さあ、気になる天気予報でございますよ。さあ、まずは外況からです。沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高くなっています。6日夕方まで、波の高い状態が続きますので、海上や海岸付近では高波に注意してください。沖縄地方は梅雨前線の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。沖縄地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。沿岸の海域では沖縄本島地方で波が高く、先島諸島ではしけています。海上や海岸付近では高波に注意してください。さあ、続いて天気予報。本日6日、北東の風やや強く曇り、朝から昼前まで雨という予報が出ておりますね。本日の日中の最高気温22度。さあ、午前中の降水確率 60% と高くなっております。正午から夜にかけては 30% から 20% となっておりますけどもね、いつ雨が降るかわからないのだね。傘などを持って出かけられ、そして車を運転される方は、急な雨が降った時のね、その対応も持ちつつ、沖縄の路面というのは非常に滑りやすくなっておりますので、前との車の車間距離も保ちつつ、もちろんスピードもね、制限速度を守っての走行をよろしくお願いしますよ。読谷村だけではないんですけども、まあ、日本一早い梅雨入り沖縄県、昨日からもうなんでゴールデンウィークよって感じなんですよね。もう梅雨入りした沖縄でございますよ。ただこの梅雨を吹き飛ばす、ね、感じで皆さんぜひ楽しんでいこうじゃないですか。はい、今観光客の方がね、外にいらっしゃったんでね、ちょっと様子を伺ってたので、はい、皆さんもぜひ大気王国紫村遊びにいらしてください。私が今喋ってるのが生放送で見れますよ。四方ガラス張りになってますので見放題でございますよ。あなたよろしくお願いいたします。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。
ねえマスター、なんだか私最近行き詰まってるわ。お客さん飲みすぎですよ。いいの、今夜は酔いたいの。お客さん、それなら観光情報番組読谷ラジオおすすめしますよ。それ聞いたらもっと酔っちゃうわ。酔っちゃっていいんです。観光情報番組読谷ラジオ。読谷なんでも調査団。観光情報番組読谷ラジオをお届けしておりますよ。本日の放送もここ体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしております。時刻が9時18分になろうとしております。はい、皆さんよろしくお願いしますよ。さあここからはコーナー読谷何でも調査団お届けしますよ。どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発展と触れ合いということで、ナビゲーターマサヤ自らいろんな、場所を訪れ調査してきたやつを皆様にお届けするのがこの番組のコーナー読谷何でも調査団でございますけども、皆さん世界遺産に登録されているザキミ城跡は多くの方が、知ってるよという方多いと思いますけども、そのザキミ城跡の裏側に遊歩道、木道があるのをご存知でしょうか。皆さん、ここの場所はですね、自然を感じることができる場所となっておりまして、自然を感じ、ね、自然の空気を吸いながら歩ける場所ということで、なかなか知られてないということでね、皆様に今日ご紹介していこうと思っておりますよ。詳しくはこちらお聞きください。私が今来ている場所、読谷村ザキミにいますよ。ザキミといえばね、世界遺産に登録されているザキミ城跡もございますけども、そのザキミ城跡裏手の方になんと木道、遊歩道があるんですよ皆さん。でね、この場所どういう場所かというと、この森の中、自然の中を歩けるという風になってましてね、本当にあ、こういう植物が、生えてるんだとか、こういう生き物がいるんだとかね、そういう自然と触れ合える場所、遊歩道がございましてね、その遊歩道長さが、130メートル続いている遊歩道なんですけども、今私その場所に来ております。入り口に来てますけども、早速降りて、見たいと思いますよ。今はい、遊歩道入り口入りましたねえ、すごい、もう犬もね、ワンワンワンとね、いらっしゃいませと、民家の犬が吠えてますけども、まあ、入り口から入って、今5メートルぐらい進んでいますけども、もうすでに木々に囲まれたこの道を歩きながら、この自然の、匂いを嗅いで、下の方に下ってますけどもね、松の木、そして、竹もね生えてますね。ここでちょこっと遠くの方から小鳥の鳴き声も聞こえてきます。でね、民家の犬の音もまだまだ、吠え続けて聞こえてますけども、あ、今チュ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 ンとね、鳥もいらっしゃいませと言ってるかのように聞こえてきますけども、今ねちょっとこの松の木が風に揺られサーサーサーと音を鳴してますけども、私を鑑定してくれてるのでしょうか。本当にねこの場所、あ、自然の、この神秘さというか、あ、こういう場所を通ると非常に、心落ち着く、そんな感じでございます。お、今私の目の前にですね、こちらなんだろう、南国の木ね、これは多分ね南国でしか、生えない木なんでしょうね。ちょっと私の背丈よりもちょっと倍以上の、そういう木もありまして、何かお猿が出てきそうなね、お猿さんだよが知事から知事へと飛び移りそうな、その、風景も見れるわけなんですけども、今、私入り口からそうですね、だいたい100メートルぐらい今
進んだところに来てるんですけど、いや周りは本当にこの木々に囲まれて、まあ、木々というか植物に囲まれてですね、でたまになんですけども蝶々がね、ちょろちょろと飛んでるのも先ほど見たわけなんですけども、あすごい今、ちょうど 100m ちょっと過ぎたぐらいの、道歩いてますけども、匂いがすごい、なんか匂いが違う、森の匂いがする、すごいこのなんだろう自然の香りってこれなんだ、すごい、コウモリもね、今私の上空を飛んでいますけども、鳩もいますね、あすげえ大きい、これなんだろう、あこんにちは、カラスですか、あカラスですね、カラス、おれ答えてます、そうですよと、私カラスですよとね、わーわーわーと鳴いてますけども、で今ちょうど入り口から降りてきた、今私がいる場所なんですけども、今ね、ちょうど矢印がありまして、この道を行くんだよという、分かれ道があって、その、矢印の方に進んでいこうと思いますけども、その矢印の向こうに階段が、ね、整備されてまして、またこの階段の上を登っていきたいと思います。すごいなここ、あのねこれ夏にこの場所に訪れるとまたホタルもねいっぱい見ることができるそうですよ皆さん、じゃあ今階段登ってみましょうね、うわー今ねちょうど私膝がかなり痛いんですよ、はい、膝が痛いんですけどもこの階段を、はい、登ってます、頑張れ俺膝痛い、あもうなんか遠くからね小鳥の鳴き声が非常にも心地いいですね、それにしてもこの階段あの膝が痛いあー痛いよ、はい、おっと終わりと思ったらまだ続いてますねこれ、さあいやでもあれです、本当にこの階段を登りきるとまた別世界が広がってるのかなとちょっとワクワクしてますけどもね、楽しみですよ、さあはい、まだまだ続く遊歩道、階段を登ってさらに、また階段を登っていきますよ皆さん、さあ読谷の、ちょっと待ってね、読谷の先見城跡裏にある木道遊歩道、皆さんもね、あすげえ、ぜひ訪れてみたいと思います、訪れてみたいと思いますじゃなくて訪れてみてはいかがでしょうか、今この階段を登り切った場所にいるんですけども、地上から伸びている木、その木の頂上と全く同じ目線の今場所にいます、見渡す限り森、木々がね、その見えるんですけど、いやすごい今地上から見てるね、今地上からではなくて地上から見る高い木の目線というのはこういう目線で人間を遠くを見てるのかなというふうにね、木の気持ちもわかるという、なんというね素晴らしい場所なんでしょうか、このあ、ほうほてちょと、ほうほてちょと、ほうほてちょ、ね、泣くよううぐいす平安京、うぐいすのね、なんて声も聞こえましたけども、いやー、本当に、あ、なんだろう、気持ちがいい、空気がうまい、これは、あー、すごいな、はい、こういう、場所が読谷村の座敷見城跡裏にございますので、言うほど、これね、知る人ぞ知る。知らない人は知らない場所なので当たり前なんですけども、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか、まさやが選ぶ読谷のおすすめスポット、座敷見城裏、座敷見城跡裏にございます木道遊歩道のご紹介でした、これから私また、あとどれぐらい続いてるんだろうね、最後まで歩いてみたいと思いますよ
皆さんぜひお越しくださいね。ザキミ城跡裏にございますザキミ城の木道という場所のご紹介だったんですけども、世界遺産のまあ脇にあるお散歩コースとなっておりまして、木道を抜けた先には絶景が広がる場所となっておりますよ。自然を感じることもでき、心と体をリフレッシュできる場所ともなっておりますよ。知る人ぞ知る、知らない人は知らない当たり前なんですけどね、そういう場所になってますので皆さんぜひ探してみてください。場所も非常にね分かりやすいですよ。ザキミ城跡の裏側にある木道でございます。本当に静かな森の中に敷かれた一本のこの木道というのは、絶景を眺めながらのんびりと歩く、まあ、ハイキングにもぴったりなコースとなっております。少しアップダウンが激しいんですけどもね、緑を抜けた先には、東屋もございますので、ここで休憩なんていうのもいいですよ。またそこから見るですね、長浜ダムという、ダムがございます。ここから長浜ダムも、見ることもできる、ね、望むこともできるパノラマ風景が広がるザキミ城の、裏側にある木道のご紹介でした。読谷戦隊あやみレンジャー、まさこレンジャー、読谷の観光を案内しちゃうわよ。案内するわよ。みんな観光情報番組読谷ラジオ聞くのよ。みんな聞くのよ。
観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。時刻が9時32分になりました。皆さんおはようございます。そして沖縄にいらした方、メンソーレ、はい、いらっしゃいませ。マサヤでございますよ。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ここからは読谷村のいろんな情報を皆様にまたがっつりお伝えしていくコーナーをお届けしていきますよ。ラジオを聞いて得する、ラジオを聞いて出かける、いろんな情報盛りだくさんのコーナー、読谷村インフォメーションということで、さあ読谷村役場商工観光課からこの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。はい、読谷村役場商工観光課の広瀬貴信です。よろしくお願いします。広瀬さん、はい、初めてです。ですか、私と絡むのは。1年近く、もうすぐ1年ぐらいですかね。になって、初めてだっけ、読みラジで雅也さんと絡むの初ですね。いや、貴重ですね。ですね。よろしくお願いします。いやいや、こちらこそよろしくお願いします。待ちに待ったようやくと言いますか。商工観光課のメンバーはほとんど絡んでるとは思うんですけど、広瀬さんとは初めてなんですね。よろしくお願いします。ですね、はい。で、まあ、もうこの番組聞かれてる方というのは、広瀬さんがここ読谷村、まあ、沖縄の方ではないというのをご存知な方もいると思うんですけども、広瀬さん出身はどちらですか。改めて聞くのもなんですけど、福井県ですね。福井県の大野市というところから読谷村にやってきました。そう、皆さん福井出身の広瀬さんなんですけども、なぜ読谷村の商工観光課に勤務しているのか聞いてもいいですか。ですね、はい、あの読谷村とその自分の地元の福井県大野市で職員の交換をしようと、はい、トレード、はい、一時的にですね、はいはい、サッカーでいう期限付き移籍分かりやすい、はい、なるほど。で、去年の6月にこの読谷村にやってきて、なるほど、間もなく1年が経過すると。あっという間ですか。あっという間ですね。 あっという間です。じゃあ広瀬さん聞いていいですか。はい。そういうにして福井から来たということなんですけども、はいはいはい、広瀬さんが沖縄に来て読谷村に来て感じる、読谷はどういうものがありますか。あのですね、はい、とにかくまずいい人ばっかりですよね。あ、なるほど。こう皆さん温かく歓迎してくださるという。なるほど、はい、もうことあるごとにいろいろ声かけていただいてで飲み会にも誘っていただいてなるほどね。すごくあの沖縄ならではですよね、本当にね。こういうノミニケーションは、まあ、本当に全国あると思うんですけども、特に沖縄の場合はもっとこういったのが強くあるということで、広瀬さんはじゃあ、はい、1年というか期限期間ということで、はい、ただ、まあ、ひょっとすると2年になりそうな気配です。どんなですか、実際に戻りたくないな、まあ、地元に戻りたくないなということはないと思うんですけども、はいはいはい、でもゆったりとした感じの沖縄読谷村ずっと残っておきたいなという気持ちも生まれてこないですか、1年も過ぎたら。そうですね、あのやっぱり気候的にもすごく過ごしやすいですし、あの夏も気温は高いですけどね、あの湿度低くてカラッとしてるから、うん、で冬も寒くないんで、そういう過ごしやすさはありますよね。最適な、まあ、沖縄読谷村にも住んでいる読谷村民の一人、広瀬貴信さんでございます、はい、皆さんよろしくお願いします。読谷村役場に行けば、はい、広瀬さんに会えるので、広瀬と声かけてください。何か当たります。え、何か当たります。わかりました、ちょっと何か手配しておきましょう、ね、はい、皆さん聞きましたか、よろしくお願いしますということで、いろいろな読谷村のインフォメーションを伝えていこうと思っておりますけれども、はい、広瀬さん、読谷村、はい、なあ、もう読谷村のみならずゴールデンウィーク真っ只中ということで、はいはい、まあ、読谷村で行われるイベントの情報とか、広瀬さんが分かる範囲で教えていただいてもよろしいですか。はい、はい、まずですね、まあ、ちょっともう子どもの日過ぎちゃったんですけど、はい、昨日、そうですね、5月5日、昨日が子どもの日だったんですけど、雅也さん、子どもの日といえば何が思い浮かびますか。はい、子どもの日といったらやっぱり鯉のぼりですよね。ですか、はい、はい、あの鯉のぼり、そうです、あの読谷村に戸谷漁港という、はい、戸谷漁港あります、ね、漁港があるんですけども、はい、そちらにもあの鯉のぼりがかかっているんですが、はいはいはい、一匹これはどう見ても鯉じゃねえだろうっていう
魚がかかってます。それがそうだろう、はい、おうおう、それがなんとジンベエザメジンベエザメの鯉のぼりじゃないですよね、ジンベエのぼり、そうなんだ。そうなんですよ、あの読谷村の戸谷漁港ではあの大型定置網を設置しているじゃないですか、はいはいはい、まあね、でそこで、たまにこうジンベエザメがね、うん、迷い込むことがある、うん、そうですね、ということで、まあ、あの戸谷漁港の方にジンベエザメのこいのぼり、ジンベエのぼりが今、うん、はい、かけられていますそうなんだ、はい、見てみたい。日本全国、ね、ありますけどジンベエのぼりかけてるところって貴重な、ね、そうないんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、ジンベエザメの、まあ、鯉のぼりではなくてジンベエのぼりですよね都会旅行で、はい、なので、まあ、お時間ある方はですね、あの漁港に食堂もあるので、そうそうそう、ね、いいの店、ね、あそこでちょっとご飯食べながら、うん、いいねいいね、あ、ジンベエのぼり羽ばたいてるわみたいなちょっと見といてもらうといいかなと思いますねあ、これ面白い、ね、あ、俺も今日終わったら見てこう。へえ、ジンベエが泳いでるそうですよ皆さん。読谷村戸谷漁港、都、そして屋根の屋と書いて戸谷と読みます。皆さん戸谷漁港検索してみてください。ジンベエザメが泳いでるそうですよ広瀬さんも実際に見たんですよね。はい、見てきました。大きさはちなみにどれぐらいなんですか。ね、あれどれぐらいあるのかな。2メートル以上は、2メートルぐらいだと思います、ね、はあはあはあ、はい、貴重ですね。そうですね、普通の鯉のぼりとは違うものが戸谷漁港で見れるそうなので、うん、子どもたちにも大人気かもしれません。ゴールデンウィークでね、沖縄に来た人はぜひちょっと見てってもらいたいですよね。帰った時に沖縄にこんな鯉のぼりあったよみたいなあ、いいっすね、いいっすね、いいっすね、ネタになりますからね、うん、多分沖縄県でもここ読谷村だけじゃないですか。そうですね、きっと読谷ぐらいですかね、うん、と思うんですがなかなか貴重なジンベエのぼりということで、そうですね、はい、ぜひチェックしていただければ、はい、遊びに行ってください、はい、そしてあの広瀬さんからもありました、美味しい食堂イユの店もございますので、うん、こちらであの取れたて新鮮の海の恵み幸をいただくこともできるので参考にしてください。皆さんぜひよろしくお願いしますよ。広瀬さんも何かゴールデンウィーク使ってどっか出かけました。離島に行きました。離島、はい、一人旅ですか。知り合いと二人で、はい、やっぱり福井から来て読谷村に来て沖縄を感じ、はいはいはい、またそこからさらに沖縄を感じる旅ということで離島に行ったということで、沖縄全体を見てどうですか。沖縄県、はい、広瀬さんから見てどういうふうに感じます。読谷村のみならず沖縄県離島も含めて見ることができたということで、どういうふうに感じますか。どういうふうに、うん、なかなか例えば、はい、時間がやっぱりゆったりしてるなとか、福井にはないな時間のゆったりさとか、それは感じますね。感じる、はい、すごくいいなと思います僕は。なんかあの自分千葉の友人が毎年沖縄に来た時に、やっぱり沖縄って時間が止まってるよねって毎年言うんですよ、はいはいはい、時間が止まってるってどういうことなんだろうと聞いたら、あのせかせかしてないし、あの自分のペースでその予定を組んで動くことができるというふうに、あの毎年千葉から来る友人に言われるんですけども、実際に福井出身の広瀬さんから見てもそういう部分感じたりもあります。ありますね、まあ、ウチナータイムですか。そうそうそう、ね、いい意味で言えばウチナータイムですよ。いい、はい、あの最初はちょっと戸惑いもありましたけど本当に皆さん、あの勘違いをしないように、仕事の時なんかね、ちゃんとみんな時間通りにピシッと来るんですよね。そうだよね。そう、ただですね、エイサーとかしてた時はちょっとびっくりしました。そうそうそう、こういうジェネレーションギャップも感じることができる沖縄、そして沖縄県41の市町村の中の一つ、ここ読谷村、今年1月1日で日本一人口の多い村となっております。それぐらい魅力があり人を引きつける場所、読谷村でございます。先ほどもね、戸谷漁港という場所に
鯉のぼりならぬジンベエのぼりがあるよということで広瀬さんから紹介してもらったんですけども、広瀬さんこれ以外にもなんか読谷村のなんか情報があったら教えていただきたいです ね。これご家族連れの方におすすめしたいんですが、はい、うん、あの読谷村に残波岬という、はい、ありますね、岬があるんですけども、はい、まあ、残波岬自体も、うん、ぜひ見ていただきたいスポットなんですけど、はい、残波岬寄った後にですね、うん、あの残波岬憩いの広場 T-33 という、はい、うん、レストランがございまして、はい、もう残波岬の本当に目と鼻の先にあるんですけども、うん、こちらですね、チンブルゲーラーという絶叫マシンがありますね。小型なのに、そうなんですよ、2人乗りスリリングな、はい、2人乗りなんですけど、はいはい、あの自分でコントロールできる絶叫マシンが設置されてまして、マサヤさん乗りました？乗ったことあります。どうです、もう半端ないですね。見ると乗るは全然違うなって。違いますよね、乗ったら分かりました。あの僕も調子に乗って、こうすごく怖く回せる従業員の人に回してもらったんですけど、あ、もうあのちょっとやりすぎちゃって、あれね、見ると乗るは全然違いますよ ね。こうなんか地面に叩きつけられるんじゃねえかみたいな恐怖感が、そう、あるですけど、うん、すごく面白い。そう、楽しい、本当にこう体感した人がしか味わえない、まあ当たり前なんですよね。まあ料金の方も2人乗りの方が非常にお安くなってるので、皆さん、ね、チンブルデーラぜひぜひ、はい、試していただいて。紹介があった残波岬憩いの広場、レストランティーダサンさんの入り口手前にございます。大きな絶叫マシンもた、あの建物の前にありますので、すぐに分かると思いますよ。こちら乗ってスリリングな体験を。こういう、まあ、天気が悪い日は、まあ、もしかしたら、まあ、運行しない時もあるというふうに聞いてはいるので、ね、まあ、運行しなくても向こうの場所はいろんな場所で、ね、楽しめる場所となっているので、皆さんぜひ参考にしてください ね。 そうですね。広瀬さんもゴールデンウィーク、まあ、今日で終わりではあるんですけども、はい、沖縄を、はい、読谷村を満喫して、まあ、まだまだ始まったばかりですからね、今日は。そうですね、はい、今日はまだ9時半ちょっと過ぎたぐらいなので、はい、まあ、このラジオをお聞きの皆さんもね、はい、ぜひぜひ最後の1日を、そう、楽しんでいただければと思います、はいはい、で広瀬さんからご紹介いただいた東亜旅行、そして、残波岬憩いの広場、参考にしていただきたいと思いますよ。読谷村インフォメーション、読谷村商工観光課から広瀬孝信さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、excuse me。 はい、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 私、日本に来てままならない外人です。あ、あんたでも外人見えないね、あんまりね。 No, no, no way, no way。 読谷のおすすめな場所を、うん、教えてくれ。ラジオがいいよ、観光情報番組読谷ラジオっていうのがあるわけさ。ぬやが、あ、ぬやがなの。あんた本当、これ何ですか。あんた本当読谷中でしょ。 No, no way, no way。
観光情報番組読谷ラジオお届けしておりますよ。時刻が9時47分になっております。あのメッセージもいただいてますね。ありがとうございます、性別女ということで、ラジオネーム夢かけさんからいただいております。マサヤ様おはようございます。昨日デイサービスの、お出かけ行事でザキミ城跡に行く予定をしておりましたが、あいにくの天気不良で中止となりました。それなのに、私の、知り合いナオさんたちがわざわざうるま市まで来てくださり、ザキミ城跡やザンパ岬などの写真を見せながら読谷村を紹介 してくださいましたよ。いろんな質問にも丁寧に答えていただきました。また読谷ソングという曲を、あ、なるほど、ラグンブルーのね、読谷ソングという曲で利用者ともダンスをしたりして楽しいひとときを過ごさせていただきました。ナオさんのスケジュール帳に、FM 読谷のステッカーが貼られていたのでいろいろお話を、していくうちにインターネットでもこの番組が聞けることを聞いて、早速拝聴させていただいております。今後も読谷の魅力を教えてくださいますようよろしくお願いしますということで、今日はこの辺で失礼いたしますと、うるま市出身の方でしょうか、夢かけさんからいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね、こういうふうにしてメッセージをいただくというのはね、読谷村の良さをその同じ沖縄県出身の方でも知ることができる観光情報番組読谷ラジオでございますよ。そしてこれをね紹介してくださってるナオさん、いつもありがとうございますね。もううち の FM 読谷を愛するリスナーの方なんですけどもね、本当にいろんな場所に FM 読谷を PR していただいている方でございます。ありがとうございます。でこれ昨日いただいたメッセージ、昨日は前川あやみが担当だったんですけども、前川がちょっと読めなかった、メッセージ私が今日読みましょうね。ラジオネーム亀さんからですね、グッドモーニング、英語ですね、グッドモーニング、ハイサイということで来てます。あやみさん、すごく、悪くなる天気予報なんですねと、これ昨日いただいたメッセージです。観光に来た皆さん、あいにくの天気ですけど沖縄を楽しんでいってください。あ、こちらは亀さんからも観光者向けにメッセージいただいておりますよ。はい、ということであやみさん、今日も時間まで千葉利用というメッセージを亀さんから、はい、昨日いただいております。ありがとうございますね。こういうにしてメッセージも、ね、皆さん いただけるということで、この番組毎日朝9時からここ大慶王国紫村で皆様、やってるので、例えば小さな質問何でも構いません。例えばこの道を行けばどうなるものか、行けば分かるさ、この道どこになってるのとか、なんか道の行き方、例えば読み方ね、この特に観光で沖縄にいらっしゃる方というのはね、例えば読谷と言われてもどういうふうにして書くのかわからないと思うんですけども、本を読むの読む、読む、読みで山谷川の谷、読む谷と書いて読谷と言います。沖縄にはこういうふうにして地名も、はい、もうほとんど当て字なような読み方をする、その地名市町村ございます。読谷もその一つなんですけども、こういう読み方の質問だったり、この道はどこに続いてるの、ここに行きたいんだけどどういうふうにしていけばいいのという質問とかね、何でも構いませんので、実際に観光で沖縄にいらした方がこの番組を聞いて読谷村に訪れて、いろんな場所を、訪れて体感して、まあ、癒しだったり楽しさをエンジョイしたりしたやつをまた持ち帰っていろんな人に PR するということで、このリピーターも非常に多い、はい、沖縄この番組を聞いてでいろんな人に PR する部分でのリピーターも多いので、あなたもぜひ質問だったりね、何かあったらぜひこの番組にメッセージ、明日もやってますので、はい、明日9時から楽しみにしていてくださいね。明日もいろんな読谷の情報をお伝えします。先ほど商工観光課広瀬さんから、東亜旅行で
はい、鯉のぼりならぬジンベエのぼりが泳いでるということなので、ジンベエザメが泳いでる場所って、はい、リアルに泳いでる場所でもありますので、ね、で海にも空にも泳いでるジンベエザメが見れる戸谷漁港、ね、そしてチンブルデーラ小型絶叫マシンがあるザンパ憩いの広場、ね、こういう場所読谷村にございますので、皆さんぜひ遊びにいらしてくださいね。言い尽くせないんですけども皆さん、はい、で読谷村のイメージキャラクター読谷というのもいますのでね、読谷を探してみてくださいね。工事現場の頃縦看板にも読谷貼られてますよ。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。読谷を探してみてください。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。あいにくの天気ではあるんですけども、ゴールデンウィーク最終日、皆さん安全運転でここ読谷村でお待ちしてますよ。Okay.